こうやって入れてくれたり、なぜかというと、あの要は沸騰したてのお湯を使う理由が、あの水に含まれている空気をですね、あのあまり逃がさないようにするということで沸騰したてのお湯を使いますということになっているので、空気を含んだ、お湯を入れていきますと。で、ちょっと時間かかりましょう。で、本来であれば、こうやって今入れてる、あの抽出してる間にも、どんどん温度が下がってきますので、ティーコーテとかそういったもので、保温してやるという形ですね。で、その間にこういうあったかな、いわゆるポットの方にもですね、お湯をこうやって注いでおいて温めますと、温めておきますと。カップの方もですね、お湯が足りるかな、ダメか、もういいや。それでやっていきます。で、あとはもう蒸らし時間を待つだけですね。しばらく待ちます。